急遽急遽、はい、やらせてもらってます。待ってやばい、何、いやいや、いや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 、後で言って、後で、後でほんまに、ほんまにやばい、やばい、コメントが読めない。はじめまして、モバメ撮ってるんやけど返信ってしたら見てくれてますか？はい、モバメの返信は絶対1日もう3回ぐらいチェックして毎回全部見てます。初見です、はい、ありがとうございます、見させてもらってます、ありがとうございます。急遽配信、そう急遽配信なんです。名前覚えて、覚えて、公園見に行きたい、はい、ぜひ見に来てください。え、これってさ、そういうこと？そうそうそう、あ、ねはれむさん、クマ、クマ、ありがとうございます。見えるこれ、クマにちょっと同じことしてる、クマ、これクマです。そう、両手でね、見たいけど、これ手で持ってるから、クロスいいね、はい、クロス、ありがとう、楽しみにしてください。あの公園でやってるのでぜひ見に来てください。みんな配信してる、そう、みんな配信してる今光景すごい今もうこの光景はめっちゃ面白い声も、声もそういうこと、うん、そういうこと。イエスさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。あ、まずきくん、ありがとうございます。あ、川野さん正解ですよ、コマナミンです。9期生の声が入り乱れてる。そうですね、今同じ部屋で大きなパフォーマンス5人ぐらい配信してるんで、ちょっといろんな声が入り乱れてます。ニベマナミで、あ、読み方合ってますか？ニヘイマナミです。ニヘイです、ニベではなくニヘイです。ミソラヤ、公園頑張って、はなちゃんありがとう。こっちがったく、あ、いった、いいや。はじめまして、ミソラちゃんの隣やね、はい、ミソラシがいます、ここに。今もちょっとテンパっちゃって、コメントが分からへんくなって、リレー配信ぶりの配信でちょっとこれはちょっとあれですね、テストお疲れ様、ありがとうございます。やっとね終わったんで、もうこれからは勉強しない日々が続きます。毒舌の二平ちゃん、まあ、ブレイキングナインでは毒舌の二平です。でも今は全然普通の人です。キャッチフレーズめっちゃ好き、ありがとうございます、ヘイヘイ。あれ本当に実はヘイヘイめっちゃ迷ったんですよ、言おうか言わないか。でもそういなんか結構ヘイヘイって言って、なんか覚えていただくことが多くて、やってよかったなって思いますね。アンリさん、ハートありがとうございます。どの席か今から分かる、ありがとうございます。両手でやりたいんですけど、こっちで持ってるんで、どこにいても見つけますけどね、私今日。これもですか？んこれ、ね、これは何ですか？あ、なんちゃら G って書いてあるやつは全部。あきちゃさん、私今日ね、これはアイスクリーム、ありがとうございます。アイスよ、絶対見つけます。はい、曲にもソフトクリームの野蛮なソフトクリームって曲があるので、あの覚えてますよ、可愛いですよね、あの曲が。ありがとうございます。リレーじゃなくて一斉配信やね。そうですね、もうガヤガヤしてますね。お花、ありがとう。合格して無事に公演まで来れてよかったです。あの時めっちゃ強気に、まあ、明るい顔してるから公演前のワクワク感が出てるね。はい、めっちゃワクワクしてます。でも、ね、あ、2回目なんでまだすごい緊張してますね。はい、まあ、でも今はちょっと、ね、あのショールームでガヤガヤしすぎて緊張はちょっと飛んできました。今日は絶対に前回を超えるし、公演で一番見てほしい曲は何？絶対歌詞、
公園で見てほしい曲は今日行きます、ワクワク、ももかさん返信してくれてた、待ってますよ、カモネギです。あのソロダンスをその5人はソロダンスをさせていただくので、そこでぜひ見てください。ハートにしてください。ちょ、なんかごめんなさい、日本語私大丈夫ですか、ちゃんと喋れてますか、喋れてますかね、一応作ったので公園当ててください。あ、シロちゃんさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます、やばい、公平さんハートありがとうございます、ありがとうございます。あ、みひちゃんはダンス習ってたの、ダンスは習ってない、うん、なんかほんまにもうこんな、もうこんな期間習ってたぐらいなんで、まあ習ったとは言わないぐらいの期間なんで、まあ初心者ですね、いろんなとこ遊びに行く、むしろしっかりした日本語でいいなって思います、ありがとうございます、日本語を喋れててよかったです。気分だけはあのテーマパーク行ったみたいに、あきちゃさん星ありがとうございます、ありがとうございます、なんか手で手で表せない、星ありがとうございます、マナミン めっちゃ美人ありがとうございます、なんかいやそう言ってなんかシンプルに嬉しいですね、やっぱりそういうことは、ありがとうございます、アンリさん かわいい、なんていうの、ありがとうございます、久しぶりにミサちゃんのこと見るの嬉しいな、ごめんな全然配信ができなくて、ヘイヘイニッヘイ、これからあの配信も頑張っていこうと思ってるから、透明感がすごくてめちゃ可愛い、ありがとうございます、透明感ありますか、私って透明感あります、ありがとうございます、メンバーになる前からなぜか人の名前知ってる気がします、それはみへちゃんのマジの暗算みたい、え、割とでもできる方なんですよ、なのでまあちょっとあの本格的にあれですね、リベンジさせていただく機会があればなと思っております、はい、これも残像で発信してください、やばいやばい、イエスさんペンライトありがとうございます、ありがとうございます、しかも 水色青っぽいやつや、私ものペンライトは青と白なのでぜひ公園でも振ってください、そんなめでたい日にお時間もらっていいのかな、ありがとう、シロちゃんさんだるまありがとうございます、お祝いします、ありがとうございます、楽しい誕生日にしましょう一緒に、しずちゃんこんばんは、あ、エロ地上周波マーク知ってるぞ、あきちゃさんありがとうございます、なんとか言ってね、結婚してありがとうございます、やっぱめっちゃでかい、まだまだまだです、あの4月1日お話し会の時暗算してもらいたい、そうですね、あの振っていただければぜひ、4月1日、何ですか、キャンセル入れるよう祈ってます、またこれもパワーやりたいと思います、でもさすがにあの5桁かける5桁とかはやめてください、あのほどほどにしてください、残像でハート感じた、はい、手が大きいですか、手大きい、大きくないと思いますね、なんか普通でもたまに指が長いって言われることが多いんで、あの手は綺麗な方って自分で思ってます、こんにちは、ね、よしこよしやから、あーすいません、そうですね、隣でやってるんで、こんな感じやから、ねえやばい、これは生配信なんです、手くらべ、あ、待って、まだ若いので許してください、いや手くらべしたいです、はい、よし、もんが若いから許してください、いやもうやばかったですよ、本当に肩書きどんな子、はい、いや肩書きじゃないです、9期の中では高い方かな、あ、9期生で3、4番目に身長が高いんです、違いますよ、でも学校やったらなんか結構身長高い友達が多いんで、そんなね高い高校ぐらい自己紹介で高い方なことがないので新鮮ですね、ちょっとそこだけ声大きくしますからね、はい、あなたのハートにじゃあって言って、ありがとうございます、ギフトいっぱいありがとうございます、すいません、じゃあ全部読めない、読めなくて、そこだけもうめっちゃ強調して言いますまだ高校生ですからね、同期にも敬語が多いですか、ミスラちゃんに敬語じゃないで、そうなんです、ミスラちゃんはセレクションの時に
なんか年上やから一応敬語してたんですよ。そしたらなんかその入っても加入してもちょっと何ですか敬語が抜けなくなっちゃって、みんな携帯早く直してほしいしてるって。2人でテクラブみたいです。はい、はい、私の方がマナミスラのテクラベです。大きいですね。ちょっとミスラの方が大きいです。ちょっとミスラの方が大きい。いいえ、私の方が大きいです。ミスラの方が大きいんですけど、なんかマナミの嘘ついてます。やばい、まだ気にせずすぎてさ、めっちゃこのアングルでやってさ。ごめんなさい、ほんまにアングルが。じゃあ作ったから今日見つけてほしい。あ、ぜひぜひ見つけます。めっちゃあの前初日の時に思ったのが、めっちゃうちわとかペンライトって見えるんですよ。なんで、あの、めっちゃ隅から隅まで見回します。みへちゃんの好きな数字を教えて、その数字の何番好きかってみる。好きな数字は、セーラー服もコスプレになる現実。まだあと1ヶ月。8です。27日ぐらいは。8です。コスプレじゃないから、コスプレって言わんといてくださいね。あ、8ってないんかな。あ、ナンバー好きだ。ハートハート、ありがとうございます。はい、残像ハートで。あれ、どういうシステムなんですか。今日のミスランで。でもお会いできたら嬉しいです。残像で感じてくださいね。ありがとうございます。今日劇場に入ります。おお、楽しみに待ってます。純一ウィッシュマン高校4年生の期限切れやん、それ。高校まだ3年生ですからね。何見んの、その床でやってんの。横の方がやったら横の方が見やすくない。コメントどこに出るんですか、横にしたら。もうゆうみさんのお手すきが、あー、そうなんです。ありがとうございます。横にしました。あ、ここなんですね、うん、ありがとうございます。自己紹介注目しとくわ。楽しみにしてる。あの高校3年生をあのめっちゃ中青と白、そうです、ペンライトは青と白です。ちょっとマネージャーさんと相談します、はい、ぜひとも青と白振ってください。なんか吸気性結構暖色系の色が多いんで、私寒色系の色なんでめっちゃ見つけやすいです。この部屋すごいことなってますよ。あまりにもカオス。この絡み可愛い。私の方が手は大きかったっていうのは嘘なんですけど、まなみには負けたくないですね、何事もね。え、ここ変えてた、負けず嫌い2人ともみたいな。やっぱり、まあ、あの全然あのやっぱりみそらちゃんよりもう10倍ぐらい手がでかかったですね今。違うで、5センチぐらい。ミサリちゃんピアノやってたからさ、有利。大きいでしょって。今日も青と白振ります。ありがとうございます。マナミサ、ぜひ見つけます。あ、アットマークマナミサ欲しいって書いてくれてる。いやあ、嬉しい。ありがとうございます。ソロぼっちで誰かの。今何分かわからない。一回立った。ミサリちゃんテンション可愛いな。高いだけですよ。みんな緊張し。横にしたら、横にしてもらいました。あのゆうみさんに。あ、言い忘れてた、合格おめでとう、ありがとう、そんなにありがとう。お前ちょっとすいません、有名でもさ、ピアノしてますか、ましたか。ピアノはしたことないです。なんかでもやってそうってよく言われるから2ヶ月しか経ってないこと、はい、ピアノはでもやったことない。でも弾けるのめっちゃかっこよくないですか。なんかクラスとかで、あのあれなんです、クラスの合唱とかでピアノ弾ける人って言った時に、はいって手挙げれたらかっこいいですよね。もうでもみんなと僕らと一緒にいる、いずれじゃない、いずれじゃない、いずれピアノに挑戦してみたいですね。卒業おめでとう、ソーラちゃん、ありがとう、はい、ソーラちゃんもおめでとうね。ではそろそろランキングを読んでいきたいと思います。これから JK やけど、え、ベベベベベ、一緒に楽しもうね。1位、あ、ちょっと間違えた。13位、ひなたさん、ありがとうございます。ひなたさん、ありがとうございます。12位、あんりさん、あんりさん、ありがとうございます。おめでとうございます。で、11位、眠い朝さん、ありがとうございます。ありがとうございます。10番、10位、あ、変わっちゃった。あ、これでも毎日牛乳飲んでるんですよ。ランキングがさ、途中で変わった場合はどうしたらいいの。もう一回読みます。じゃあさらさらっていきますね。どこで読めばいいんですか、ちょっとランキング、ここ、うん、もっと見やすいのある。ない、あ、違う、こっち、え、違うわ、分からへん。あ、これや、すごい。13位、あ、じゃあ、もうパパパって、すいません、時間がなくて、じゃあさらっと読んでいきたいと思います。13位、としろうさん、ありがとうございます。12位、かぼちゃのかずさんさん、かずさんさん、ありがとうございます。11位、みやっちさん、ありがとうございます。
10位、浩平さん、ありがとうございます。9位、 M さん、ありがとうございます。いけてるやろ意外と。8位、ニッカさん、ありがとう、ニッカさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位、シロちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、アンリさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位、トシカズさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位、スギゾウさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位、ユエンスさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位、アキチャーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして1位がネハレムさん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあそれではね、そろそろ時間なので配信を終わりたいと思います。またね、近々すると思うので、皆さんぜひその時も会いましょう。それではさようなら。10位ありがとう、バイバイ。